マイナス10キロ、綺麗に痩せる、腸活ダイエット整体師の佐藤澄香です。あなたは食前に飲むだけで太る原因、血糖値を下げてすっきり痩せる最強の飲み物をご存知ですか？そんなに食べてもいないのに最近太ってきたという方は、実はね、これ血糖値が原因かもしれません。気になる方はぜひ最後までご覧くださいね。腸内環境を整えて根本的な痩せ体質に生まれ変わることで、健康で綺麗に痩せてキラキラ輝く女性を増やしていきたいっていう思いを込めて配信しています。ぜひチャンネル登録していただきましてお役立てください。では早速参りましょう。血糖値を下げて痩せる最強の飲み物を5つお伝えします。1、ルイボスティー。ルイボスティーがすごいのはこれ、SOD 酵素が体のゴミ、老廃物をごっそりデトックス、そのことで痩せやすい体質を作ってくれるんです。またルイボスティーに含まれる特有のポリフェノール、これアスパラチンが血糖値の急上昇を抑えてくれます。太る原因、血糖値の急上昇、乱れをコントロールすることで脂肪の蓄積を抑えてくれるんです。また特に女性にとっては嬉しい貧血気味の方、これとっても大事。植物性の非ヘム鉄が摂取できますから、なんと貧血予防にも大活躍。また嬉しいのが抗酸化作用やミネラルがたっぷりなので、若返り効果も期待できます。2、グアバ茶。グアバ茶がすごいのは小腸の糖の吸収を抑える効果があるんです。また食後の血糖値の急上昇をグッと抑える効果もアップ。ダイエット効果としてこちら、グアバの葉にこのタンニンとかね、ケルセチンなどのポリフェノールがたくさん含まれているんです。そのことで体内に吸収されてしまう糖の吸収をグッと抑えてくれる効果があるんですね。そうなんですよ、この体内に吸収されてしまった余分なブドウ糖が結局太る原因ですね、脂肪に変換してしまうわけですから、そのブドウ糖の量が減少してくれるっていうのは嬉しいですよね。ただ注意です、グアバの葉にはこちら副作用があるんですね。これグアバの葉ポリフェノールです。なので過剰摂取により下痢だったり腹部の膨満感だったりなどなど、このような症状が出やすくなります。なので飲みすぎは注意です。3、リンゴ酢左右。なんといってもリンゴ酢に含まれるこれね、酢酸がすごいんです。善玉菌イコール痩せ菌たちの餌となってくれます。その結果あなたの腸内環境がめちゃくちゃ整うんです。またリンゴ酢左右にはもちろん血糖値の急上昇を抑える効果や脂肪燃焼効果、そしてあなたの暴走する食欲をね抑えてくれる効果だったり、太るもと便秘改善効果も高いんです。特に何をやっても続かない方おすすめ、コスパも最高で美味しいんですね、リンゴ酢ですから毎日続けやすいです。またリンゴ酢左右が苦手っていう方も大丈夫、見てください、普段の食事にねちょい足しするだけでも OK。 例えば私もお気に入りなんですけれども、スナットやスキャベツなどです。このようなリンゴ酢の簡単レシピはこちらコメント欄の動画のリンクをご覧ください。4、キムネマ茶。ブドウ糖の吸収をグッと抑える効果があります。またキムネマ茶に含まれるキムネマ酸ってちょっと難しいこのワードなんですが、サポニンという、ね、一種なんですね。なのでこのサポニン効果で血圧を下げてくれる効果もあるので嬉しいですよね。またすごいのが主成分のこのキムネマ酸が小腸内にあるこの太るもと糖を吸収する穴があるんですけども、その穴をなんとグッと塞いでくれる効果があるんです。またその穴から糖を吸収できないようにブロックして、食後の急激な血糖値をグッと抑えてくれます。すごくないですか、腸での糖の吸収、脂肪の吸収をこのお茶がグッと抑えてくれるんですね。なので糖質を抑えてくれる効果が高いこのキムネマ茶は食前に飲むのがおすすめ。またあーしまった食べ過ぎたとか
カロリーが高いものをどうしても食べちゃったっていう時にもおすすめです。なのでタイミングは食前と食べ過ぎた、カロリーが高かったっていうものの食べた食後30分に飲むのがおすすめです。ギムネマ茶はノンカフェイン、ノンカロリーでとってもおすすめ。味はねやや渋めなんですが、独特のこう青々しいね、こう葉っぱだなっていう香りがして、お好きな方には本当にねハマる味だと思います。ただし注意です、ギムネマは血糖値をもちろんコントロールする作用があります。なので糖尿病をお持ちの方は必ず主治医の先生、医師にご相談されてから摂取しましょう。5、カモミール。なんと悲しいかな、血糖値は加齢の影響も受けているんです。なのでこちら、老化を進める物質がどん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 作られないように、このカモミールがブレーキをかけてくれます。このカモミールが血糖値の上昇に関連するこれアルドース還元酵素を抑えてくれる力があるんです。そのことで血糖値のこのね上昇を抑えてくれる効果であったり、また糖尿病の改善効果も期待できます。カモミールはハーブティー、リラックスする効果が高くて、この急上昇ですね、原因となるストレスを緩和する働きもあります。なのでストレスマックス、もうストレスいっぱいっていう方にはぜひカモミールがおすすめ。さあここまで動画を見てくださったあなたはもう腸活ダイエットの一歩を踏み出していらっしゃいます。実際にこの腸活ダイエットでダイエットに成功した方々がたくさん出ていらっしゃいます。腸活ダイエット整体師としてこれまで1万人以上の女性の方の心と体をケアした経験から、1ヶ月でマイナス3キロ、3ヶ月でマイナス10キロを達成した方が多くいらっしゃいます。あれだけ飲んでいたねこれ痛み止めとか頭痛薬とも卒業されてるんです。今健康で綺麗に痩せるための腸活ダイエットの具体的な方法が分かる動画4本無料でプレゼントしています。ダイエット卒業したいっていう方はこちら動画の下の説明欄に無料の LINE 公式リンクございます。そちらからご登録後受け取ってくださいね。今回の動画まとめです。1、今ご紹介したお茶は1日2杯までとしましょう。飲みすぎは注意です。2、ぜひホットで飲みましょうね。作って冷蔵庫でほとんど冷たいままなどしてしまうと腸が冷えて代謝が爆下がり、逆に太ってしまいます。3、まずは体質改善も含めて3、4ヶ月は続けてみましょう。今回の動画のお話は以上になります。役に立ったなと思っていただけましたら、いいねボタンやチャンネル登録してくださいますととっても嬉しいです。また実際に取り組んでみたご感想やレシピなどなどコメントいただけるととっても励みになります。それでは次回の動画でお会いしましょう。おまけです、カフェインは実は交感神経を刺激する作用があるため、実は血糖値や血圧が上がってしまうと言われています。なので今回ご紹介した飲み物は全てノンカフェインです。